どうも、こんばんは、エデムです。今回は、東京グールリ・インボーク、ひな祭り派遣合社ということで、ひな祭りの衣装に身を包んだ、トーカとヨモさんが派遣の方に登場しています。早速、キャラクターの詳細を見ていきましょう。トーカの方ですね。ごとつした時に、新情報獲得率が 25% アップかな。で、時短10分と、ポイントアップ 1.4 倍と、SSR ですね、20% アップ情報、これあれかな。成功率か、成功率 20% アップの、時間カットですね。時短15分ということで、なかなか優秀なんじゃないでしょうか。時短キャラ、トーカって時短キャラが多いですね。時短持ち、時短アビリティ持ちか。で、ヨモさんの方ですね、ごとつした時に救出成功率 30% アップで10分カットの、派遣救出レアの確率 20% アップの、ポイント 1.5 倍からの時短15分ということで、ヨモさんも時短ですね。で、狙い目はやはり僕はヨモさんですかね。まあ、ごとつさせなくても使える、ごとつで解放するアビリティは、まあ、解放多分させないと思うんですけど、まあ、その他のアビリティが優秀なんで、ヨモさん狙いでいきたいかなと思います。はい。連携は、成功率 10% アップか。トーカの方の連携はどれくらいかな。20% か。なるほど。じゃあ、ヨモさん狙い、僕はヨモさん狙いで。いきたいと思います。20連確定なんでね、今回も確定枠まで回していきましょう。はい、データの不正誤ということでねまあこれは、まあ、どちらもね、20連するうちに、まあ、確定でね、出るのと、まあ、この最初の10連とでコンプリートできるんじゃないかなと思います。これでできたらすげえな、最高。まあね、おかしいね、ちょっと俺いつも派遣ガシャ最初の10連なんか確定枠まで引くわっつって出ないな、まあここ確定枠なんで、ぜひともね、ヨモさん、まあどっちが当たってもいいと思うんだけども、正直評価の方何があるんだっけ。成功率か、吸収とか派遣の成功率が 20% か 30% 上がるアビリティは、まああれはもう常に 100% で出してるし、捕獲もされないからさ、まあ、あんまいらないかなってとこですね。さあどっち、なるほどね、ヨモさんね。はい、狙い通りの、ヨモさんを引くことができました。そうか、ボイスついてないのか。今ちょっとボイス聞こうと思ったんだけど、派遣の方にはボイスついてないんですね。で、この前のアップデートから派遣ガシャのキャラもですね、この全身のイラストが見れるようになったのかな。多分前のアップデートからだよね。これすごくいいですね、なかなかね、効果とかアビリティの表記に隠れてね、下の方見えなかったんで、はい、ということで、まあ、こんな些細なことですけど、まあ、こういうのが嬉しいよねっていうソシャゲでは、というわけでですね、今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。今回もイラストが撮れております。どうぞ。